介護研究開発機構の茂木小曽根です。3人目の、プレゼンターとして気象学における科学コミュニケーションのあり方ということで3人目のプレゼンターとして、続いてですね江守正太さんに、お話をちょっと聞いていきたいんですけど、江守さんは温暖化のリスクコミュニケーションとかの話をずっとされてくる中で、もう今回ちょっと僕らからは聞いてみたいなと思っているのは、あえて、研究者の立場でもあったわけですけど、あえて学会の、会員の人たちにもう一回考えてほしい問題とか当事者としてなったらどうするかみたいなところっていうのは問題意識いろいろあると思うんですけど、なんかそういうところをっていうのはあればちょっと教えてほしいなと思うんですけど、はい、まず僕のもともとの問題意識を言うと、はい、そんなに学会の人全体に広がりを持った話ではないと思うんですけれども、その地球温暖化の、ことを考えていてですね、でそれで、特に自然科学者じゃなくて、社会科学の人とかも含めて、はい、その地球温暖化すごくこう対策をした方がいいっていう人と、もうちょっとその経済のことを心配した方がいいっていう人がいるわけですよね。で、どちらも客観的な言葉で喋るんですよ。はいはい、でそっちの人だけある一方の人のことだけ聞いてるとすごく科学的で客観的でデータに基づいて喋ってるように見えるんだけど、はいはい、それでもそういう違い生じちゃうわけですよ。で、そういうの何かなというふうにずっと思ってて、でやっぱりその何て言うんですかね、その人のやっぱりその温暖化問題をどうしたいという考え方とか、はい、あるいは所属している組織であったりとか、はい、いろんなものがその研究をやる前提であるとか、はい、それをどう伝えるかっていうところに入ってきてしまっているんじゃないのかなと、でそれはその政策を論じる場合は特にそうなんだけれども、はい、で自分はその自然科学者としてそこに関わっていたわけですけれども、はい、で自分自身はそのなるべくその温暖化をもっと対策するべきだとかそういうことを言わないようにしたんですよ。でそれはなぜかというと、それを言うと、もうそちら側の人間だというふうにみんなされて、レッテルが貼られる、でレッテルを貼られると自分は伝えたい科学的なことがあるのに、それを聞いてくれる人が限られてる。コミュニケーションがある意味遮断されてるわけですね。コミュニケーションがですねオーディエンスが限定されるように本来コミュニケーションしたい人たちが、聞いてくれなくなっちゃうみたいなこともあります、そうです、はいはい、なので、まずその問題があって自分は、科学者あるいはその専門家が、コミュニケーションする時の、その立場の、中立性とか、そのバイアスがかかってないようにできるかどうかとか、そういう問題に興味を持ち始めたんですよ。で、そういうこと自体は、ずっと考えてて自分の意見あるんですけれども、それだけだとね、少しその小学会 の, 多くのオーディエンスに対しては少し限定的な話になってしまうので、もうちょっと広げて、で広げて言うとその直接その例えば温暖化のことを政策のことを語ってるのでもなければですね、温暖化の会議論と戦ってるのでもない、研究者でも、その自分の例えば研究成果を、メディアなんかを通じて発信をした時に、自分は意図していないのに、その何かその政治的なものだというふうに見なされてしまう場合というのは、意外なところか意外なところから見なされてしまうという場合もある。それは結構実例として江守さん自身も体験されて、それ言った方がいいですか？いや特になくてもいいですけど、あることだよっていうのはまず知ってほしいと思いますよね。で僕は先ほど言ったようになるべく自分としてはバイアスがかからないように、例えば温暖化の科学を話しているにも、つもりなんですけど、でそれができてるかどうかとか、そんなことができるのかどうかってまた別問題としてあるんだけど、自分としてはどんなにそういうつもりでやっていても、その環境省の研究所で研究してて、はい、IPCC を やっていればですね、こいつは温暖化で対策したがって、環境省の犬で、犬でもでもでも価値判断としてもどうせこうに違いないみたいな、
そういうふうに、コミュニケーション自体を向こうから遮断されるように見られてしまうっていうのはどっかであるんじゃないかと。そうですね。で、うん、だからそれは、そのコミュニケーションする上で の、はい、その信頼の構築みたいなところに関わっていて、バイアスがかかってると見られたら、そのバイアスに都合のいい人は聞いてくれるけれども、都合悪い側から信頼を失ってしまうということがあるので、まず自分にとってそれは非常に大事であると。でさっき言ったように少しそれを広げて考えた時には、そのまあもしかしたら あなたはそういう話とは関係ない、あなたはってね、参加者の人たちが、必ずしも温暖化をやってないわけでもないし、別にね、あの政治的なイシューに関係がある研究をしているつもりじゃないと思ってても、何かの弾みで、あの、まあ、そういう見られ方をされてしまう、発信したものがそういうふうに受け取られてしまうことがあるかもしれないし、当然あり得るよっていうのはまず一つ気づいてほしいっていうところがある、そうですね、はい、うん、でまあ他にもいる、まあ、そういう例を挙げることはできるんですけれども、で、まあ、そうなった時に、はい、そのまあそれは誤解であるので、自分はそういうつもりじゃない、自分は関係ないんだというふうに言って済むのかどうかという問題で、済むのかどうかという問題は、あの、まあ、コミュニケーションっていうのは、自分がそういうつもりじゃないって言ったらそういうつもりじゃなくなるものではないし、相手が勝手に見てくるの で、そういうものとして捉える必要があるっていうことはもちろんあるし、でよりそのもしかしたら難しい問題としては、じゃあそのあなたはあの自分は全然その社会的な価値みたいなものとは関係なく喋っているつもりでも、実はあなたの中にもですね、何かその価値、判断があって、でそれが例えばあなたの研究の前提に関係しているかもしれないし、あるいは発信の仕方に関係しているかもしれないし、なんか自分では気づいてないのに隠れたそういうものがですね、無意識にね乗っかってしまっている可能性だってあるわけだし、なのでちょっとその、あのそういうことを、振り返って考えてみてもらうことっていうのは、多分その多くの気象学者にとって、まあ、あの一回考えてもらうのは意味があることなんじゃないかと思うんですよね。そうですね。だから個人個人のレベルでも潜在的にどういう前提があるかっていうのは一つあると思うんですけど、あとは大体今の研究って結構プロジェクトが大きくなってたりするので、やっぱりそういうレベルで考えても、やっぱり そもそもプロジェクトの前提みたいなのを、振り返るのはやっぱり意味がある気がします、あるし、あとはその、まあ、気象学会全体として、あるいはその気象、まあ、例えば現業とか、報道とかも含めて見た時の業界全体として、あのまあ、当たり前に持っていることだけれども、それを外側から見ると当たり前じゃないみたいなことっていうのはあり得るかもしれないですし、でまあものすごく身も蓋もない例を挙げれば、まあ気象学会はその311以降にですね、その、まあ、放射能のシミュレーションを公開するかどうかという問題で一悶着、その社会との間ではあったわけですよね。であれで思い出して言うと、あの例えばその、災害報道はワンボイスじゃなくちゃいけない、あの多分あの気象業界においてはものすごく、あの原則的なことでみんなそう思ってたわけですよね。で当然その、まあ、だからスピーディーが出ると思ってたら出なかったとか、いろいろ具体的にはいろいろそういうことがありましたけれども、でそのみんなそういう原則を疑ってないところで、判断したら、あのその外側にいた人たちは、なんでそれでいいんだっていう違和感を感じてきたっていう、いたっていうのは間違いないですよね。でそれなんかはもしかしたら我々が改めて考えなくちゃいけない、その気象業界全体の持ってる前提条件で、まあ、もしかしたらそれバイアスと呼べるものかもしれないし、そういう問題を含むかもしれないですよね。だから結局考えた結果同じところに戻ってくるかもしれないけど、やっぱりこれでいいんだっていうんでいいんですよ。そうそう、外側に行ってからもう一回帰ってくるっていう、まあ、海外旅行して日本が分かるじゃないですか、まあ、外側に行ってみてそうそう、やっぱりもう一回ここを見てみると僕はそうそう、だから別にワンボイスを、あの否定して言ってるわけじゃなくて、本当にそれでいいのかどうかっていう、その議論する機会っていうのを、一回持つのは大事かなと思いますよね。そこはやっぱりコミュニケーションの入り口を開くっていう意味もあるんじゃないかなと思いますし、
今まで思いつかなかったアイデアが出てくるみたいな、出てくるかもしれないですね、しないですね、うん、やっぱりそこにあの科学コミュニケーションって、まあ、言葉としては漠然としますけど、もう本当にやっぱり大事なんだなって気づく人が気づくゆえんというか、うん、やっぱりそこを意識し始めるっていうのはやっぱりそういうところなのかなっていうのは僕もちょっと思うんですけど、江森さんみたいにそのなんていうか研究のテーマからして成り行き上なんかそういう機会が自然と増えてったみたいなところがあったり、そうですね、ありますね、うん、みんなはみんなそうじゃないけれども、うん、まあみんなもそう、いう場面を持ちうるという、うんうん、そうですね、ことですかね、だから自然と増えていく研究テーマじゃなかったとしても、うん、あえてだからこういうシンポジウムみたいな場で考え一回、まあ、1時間でも、うん、あの議論して、うん、考え自分で考えてみるっていうのは、ね、自分の当事者の問題として考えてみるっていうのは、ね、まず少なくともそういうきっかけも、うんうん、まあ、全然そういうことは考えたことなかった人にとっては、うんうん、多分その重要な機会にできるといいなと思います、ね、うん、だ多分普通はなかなかその取っかかりがなくて考えてないんだと思うんですけど、やっぱりその山根さんの具体的な、まあ、体験した問題がありで、意外とそのこの問題、その成果発信がどう見られるかって意外と普遍的な話だって言われると、うんうん、確かに会場にいる人はどなたでもっていうなり得ますよね、うん、あとその本当の政治的なところまで行ってる人は少なくても、うん、ちょっと違う分野、都市工学とかと関わってる気象の研究者は最近特に増えてきてて、おそらくそこでも何らかの、うんうん、違いとか価値が絡みますよね、絡んでて、うん、気象を応用させて、うん、応用させるとあの金が絡むので、はい、でそうするとその技術によって得をする人と損する人が出てきたりとかすると、うん、やっぱりそういうところで巻き込まれたりとかね、うんうん、あと大きいプロジェクトになると本当にいろんな人が入ってきて、自分はここだけをやってると思ってるのに全部のグループとして見られて偏ったような価値をされる、そういうことはこれからどんどん増えて、そう思います、学際的な研究が増えれば増えるほど、うん、なんか全然違う分野の人が入ってて一緒のグループにされたりとか、うん、そういうことはすごい増えると思うんですよ、ね、うん、なんかそれこそその今まで関わってない考え方が違うとか文化が違うという人ほどコミュニケーションが必要だってことは間違いない前提のような気がしてるんですけど、それこそそのあの気象学会の中でもあの結構小さな話でいくと、観測をやりたい研究者と、うんうん、シミュレーションが好きな研究者は、うんうん、昔は異分野だったわけですよね、うん、事実上で、それこそそこの垣根を越えようとして結構頑張ってコミュニケーションしてたわけです、うん、でもコミュニケーションしないとなかなかその乗り越えられない前提はその気象学の中で、うんうん、同じ現象を見ててもあるんですよね、でそれはだいぶこう超えてきたと思うんですけど、今度だからその気象学っていう分野すらも、まあ、一つ飛び越えて、うん、あの大きな世界にまたコミュニケーションのこう入り口っていうのが増えてくるところなのかなっていうのはフェーズとしてそういうところあるのかなっていう、うん、まあ、それがだから政治的な政策論の価値判断であるとか、まあ、そういうのに関わるのかもしれないですし、そうじゃなかったとしても、まあ、何らかの形で、うん、今の話と、うん、直接関係ないけど、まあ、あの思い出してさっきちょっと話したことで、はい、自分は気象学の中でもこういろいろあって、うん、で自分はここをやってるんだけど気象学の中の全然別の分野の人が批判されたらお前も気象学者だろうって、ね、それもありますね、はい、なるほどなるほど、その外側から見るとその違いわからないという問題があって、多分それも含めてあのいろいろなその振りかかり方が、うん、あるんだろうってことですよね。そうですね。ね、だからそう、だから科学コミュニケーションって言葉に対してものすごいいろんな側面があるなっていうのが、あのまあ、野口さんと岩屋さんと江森さんの話の前提をこう見ててもよくわかるなと思うし、やっぱりその会場にいる人の人数の分だけやっぱり側面が見えてくれば。すごい面白いシンプジウムなんじゃないかなっていう気持ちですね、三者三様の形があるっていうのを話せるだけでも、うん、聞いてる人からするとまあいいと思いますし、聞いてる人を含めればもう千者千様っていうか、うん、いくらでも形があって、その中には思い
深いものから子供向けまで様々あるっていうのがやっぱり言って、それをどういうふうにやっていくかっていうのを議論するっていうのが大事かなと思います。自分で考えてほしいですよね、こういう、そうですね、自分の問題として、うん、あと得て増えてもあると思うので、ね、江森さんのようなことで人が得意な人もいれば、うん、野口さんとか、はい、岩井さんのメディアとの方がいいという人もいるので、はい、全部やるのは無理だと思いますけど、うんうん、なんか得意なコミュニケーションのなんかこうそのなんていうか方向性じゃないですけど、そういうのなんか見つけるきっかけになってほしいな。そうです、それができれば一番いいんです、うん、考えて、うん、何ですかね、あのそうでちょっとまあ今井さんの話もそうなんですけど、やっぱりでもコミュニケーションがうまくなされるようになれば、やっぱり結果的に自分のこう研究自体も非常にやりやすくなるっていうところに、うん、があるからこそやっぱり一生懸命なる意味も大きいのかなっていう気もしてて、まあ小森さんにしてはどういうところですか、その辺どう思う、それはいろんな取り方があってさ、例えば、はい、あのうまく宣伝ができれば予算がつくとかさ、まあなんかまあそれはそれでプレゼンテーションっていう意味のコミュニケーションの捉え方あると思うんですけど、いや、あるいはメディアで取り上げてもらえればさ、まあそれはまあもちろんそういう側面もあるし、まあいろんなレベルがありますよね、はいはい、それはね。でも単純にその、うん、あの共同研究をする相手の前提が分かれば、うん、あの本当に研究が進みやすくなるっていうのは大事なコミュニケーションの一歩ですね。ですね、うん、でやっぱりだから、うん、あの全ての学会の人たちに、うん、あの関わる問題だし、クリアしてこう考えることでものすごい大きな、うん、まあ、ご利益じゃないですけど、うんうん、まあ、有形無形のなんか得られるものがあるんじゃないかなっていう。あと僕のところではあんまりもしかしたら話さないかもしれないですけど、岩井さんのところで出てくるかもしれないですけど、はい、コミュニケーションっていうのは、うん、僕は定義上双方向だと思ってるので、はい、その発信をするのは一方で、はい、その一部でしかないわけですよね、はい、でまあ、僕の言ってる、まあ、それがどう捉えるかということを自覚せよみたいな問題ってある意味で双方向かもしれないけれども、やっぱりそういう、ね、あの帰ってくるものから何を学ぶかとかそれを相互に学び合うプロセスとして捉えるみたいなところっていうのを含めて多分その可能を語るべきなんじゃないですかね、うん、確かに、うん、コミュニケーションしていく上で変わっていくっていうのがやっぱりコミュニケーションの面白いところだし、対話になっていくところだと思う、対話になっていくところだし、それがなんかそのシンポジウムの場で実践して自分の一人一人体験する場所になってほしいなっていうのは、もう三者のテーマで共通して思うことなんですけど、うん、そういう感じですね。もうだんだん長くなってきたね。じゃあ、まあ、あの江森さんの話もですね、まあ、一番最後の話で、まあ学会は特にかあの一番考えてほしいなと思うところでもあると思うんですけど、楽しみにしててほしいなと思います。それでは。